ズームガチデッキじゃない、そうだな。だからやっぱトロールデッキの、まあ、ランク14だから楽しんでいこう、ここ。で、ここであのガチデッキが出てくると。もう、さっきマリガンドーノ言ったけど、このデッキは変則的に他のカード入れるわ。このデッキは変則的にします。ちょっと。4ターン目で死ぬので。ちょっとだけ変則的に。あー、なるほどね。これもまずい。これ次のターンこれ何してくんのかな、バフしてくんのかな。一番強い動きを考えたいんだけど、一番強い動きはこれ出した上に、これまで出すんだけど、でこれで相手にドローさせるっていう超危険プレイも犯していかなきゃいけないな。そうなんだよね、ロックプールが来るとね、あかんから。これでいこう、サボれ。よし、オッケー。テンポストームのティアゴリそこそこに上がってる。そうなんだよね。見ろ、一方的有利トレードだと。相手の22とうちはいくつだ、24じゃねえか。イージートレード休め。よしよしよし、いいぞ。今日はコントロールできてるな、自分が。マロパラは多分あんまりこれ刺さんないんじゃないかな。俺これで取れるとは思えないな。今ドロー回したさもあるから、もう使ってもいいんじゃない。安い。よそうなんだよね、結局刺さんないんだよね。うん、ここに来てこのターン動き弱いな。サップはしたくないし、でここでバフするやつでしょ。メガソウルが来てウルトラソウルされるから、メガサウルスはこれで取って、これとこれだろ。次のターンはウルトラソウル、あ違う、来たか、やっぱりウルトラソウルだよな。どっちが復活したら鬱陶しいんだろう。まあとりあえずなんとかケアで、お前はもう死んでもいいから。 GG、 グッジョー、グッバイメン。でこれを装備して、ありがとうGレジェ、マジでありがとう。なんとかさんみたいだわ。あの橋の上から落ちた。俺この例え好きなのにすぐ忘れちゃうわ。なんとかさん。何も言わずに無言で落ちていった。何さんだったかな。おう。これは難しいね。石田さん、さすが竹圭さん、いたか。竹圭さん、こんなところにいたとは。石田さん。これ絶対通らないよな。通らないとしたら、身代わり復活。あー、それもうざいね。
うわこれ困るわ。行くわよ。昔ギルニアスから来た男が言った。3点余計に食らっただけだもんな。うわ早っ、身代わりだろ。またメガソーラーか。シップディバシボーイか。うん、プレバに行けるのか。ここで金玉、ここで金玉プレイでなんとか相手の打点を、まあ、この辺で動いてくる。多分こっちじゃなくてこっちで来るから、こっちかこっちだって。多分こっちだと思う。俺の今この今マインドコントロールかけてる。こっちをこうたまに触ってることによってこっちっぽさを演出。こっちと見せかけたこっち、まあ、ほとんど変わんない。1点は変わんないな。まあ、2やりゴールだな。まあ、でもここはこっち、これで横に両サイドに当たるみたいな、こういう雰囲気だし。うわいくつ、うわ、待って、見えない、見えない。いや、ちょ、待って、見えない。はい、一番弱いとこ来た。はい、オッケー、いいぜ。もう俺の金玉プレイ舐めんなよ。その程度の金玉で俺に勝てると思うな。はい、武器振ったのもったいない。まあ、俺の金玉プレイを舐めんなよ。その程度か。でここで金玉もう一個見せて、デカめの金玉ね、今度は。これも相当デカめだから。で、次のターンもまた回して、回復しながら回して、多分これクリアできるでしょ、ボード。なるほど。投資してきたか。インベストメントしてきたな。なかなかインベスターだな。ここは DK じゃないね。DK は一旦しのぐために使いたい。インベスターリレーションズ考えてるな。OK。Cold Light First。影隠れが2枚あるのか。ここはグビグビ行く？グビることもできるんだけど。で、調剤師あたり引けたら一番いいんだよね。ここでバウンスにこだわらず、調剤師を引きに。で、DK 来て、ドカドカ、ダン、バン、ポバーン、GG か。これ使ってやってると時間がかかるんだよね。これ1枚まず使おう。調剤師！音調か。ドタバタジャンゴだな、これ。まあでもこれ、まあほぼ勝ちでしょ。次のターン DK して、で、コールドライトを探しに行って、コールドライトじゃないわ。なんだっけ。バニッシュ探しに行って、終わりでしょ。まあこの相手のこのドタバタジャンゴにもまあ勝てるんだな、多分。まだ決まってねえけど。60? は、60でお前ドローしたいの？じゃあ、ドローのための餌出すか。60のために。60に食わせる餌出して。
さよ。死の影からは逃れられないわ。まあ、顔通ればラッキー。それぐらいの感覚で。あ、通った。オメガラル。うざ。これ多分いらないかな、いるかな。まあ、次のターン考えても遅くないか。これ多分、殴って、もうここからごっそり出るから、出せよ。持ってるもん出してこいよ。気合見せろよ。なあ、先に殴れよ。おい、気合見せてみろ。はい、だ。はい、出てこい。よいしょ。はい。Feels good, man. Feels so good. Easy.さあ、あとはバニッシュが 100% 引けると。はい、ありがとう。もうこれはいらないでしょ。これ2枚出してやった方がいいのか。まあ1枚でもセカシュー通るだろう、この相手は。カードがなくなったわ。あれ、これまたもらえないやつ、ボーナス。そんなことはないか。ボナーはもらえるか。あ、ここセカシューじゃなくてもいいのか。でも次の段で終わりだもんね。ここセカシュー出さなくてもいいんだ。これでトイレ行くって言ったらみんなまた YouTube で低評価つく。昔ここで腹先を構えてトイレに行くっていうのよくやってたんだけど、また YouTube で低評価つくこと考えたら、まあ殴るか。まあ YouTube の低評価最近ちょっと気にしてるから。あ、ノッチーズさん、ありがとうございます。ノッチーズイミヤさん、ありがとうございます。スティッチプライム。ちょっと今 YouTube のこと考え頭よぎったわ。トイレファンのみんなには申し訳ない。